おかげで、はい、俺出すよ、この前おごってもらったし。あ、いいです、いいよいいよ、いいですよ、大丈夫です。いや、待ってください。あ、いいよ、いや、やめてください。じゃあ、お金出すんで、僕の役目なんですよ。いつも出してる側だから、なれねえよ。マドさん、後々ディスられないかな、俺。光におごったんだぜ。あ、タバコありがとう。あ、大丈夫。あと1枚。いや、いいっす。いいっす。違う、あと1枚。今、話してるやつ。マドさん、ディスられねえか。いや、いいっす。1枚。いや、違う、その…これしかないから。1枚。気持ち悪い、気持ち悪い。1枚…いや、やめてください。は、言ってること違えだろ、さっきと。どういうことですか。1枚…え、どういうことですか。1枚くれっつってんの。え、言ってないっす、僕一言も。何がくださいって。違うよ、言ってないんじゃなくて売るんだろっつってんの。1枚くれっつってんの。ステッカー、うん、気持ち悪い、いいよ、やめて。やだ、1枚くれよ、ふざけんなよな。配信者1枚、じゃあ配信者は売らないんですよ。はいはい、1枚、これもずっと言いますから。配信者は1枚、ふざけんな、1枚売りません。ふざけんな、1枚売れ。ふざけんな、こいつ。そう、リスナーによるけど配信者じゃないですから。そうです。いや、ふざけんなよ。これはもうルールがあるね。ダメ、くれ。これダメです。ダメ、いやです、ダメ。なあ、もういつか来た時にひょこんとなんか変なところやはぁーダーンってあったるかもしれない。販売しろよな、言ってること全然違えじゃんな。違えです、ね、全然違う、売って。ちょ、全然大事だから旅にしろって。じゃいらないんだって、こういうの。違う、本気で売ってっつってんの。いや、いやだ。なんで配信者だ。売れ。いやだ。ふざけんなよ。いやだよ。絶対ステッカー売れないもん、俺。ふざけんなよ。これ本当、配信者には売ってないの。でもこれだって、これもう見せよ。売って、これしかないよ。これしかないからって、これで売ろうとしてんだよ、この人。気持ち悪くない？逆にやだ。売って。絶対売れない。売って。いやだ、俺いくら積まれても嫌だ。これ100万積まれても200万積まれても売らない。金じゃない。じゃ金じゃない。じゃ逆に金じゃない。ただで。だから金じゃないじゃん。ただであります。名刺がある。だから俺に、あ、すみません、俺にただで売ってリスナーから金取るのはちげえだろ。いいよ、カッコつけなくて。カッコつけてない。ぶち、だって俺の方が金ある。そうだろうね。はい、ありがとうございます。はい、カードと控えのお返しでございます。ありがとうございます。はぁ、売ってあげるよ。やだ、廃止じゃん、無理。名刺これガチのルールなの。ヒカル君のリスナー、これガチ。配信者は絶対、配信者は売ってないよ。名刺があるで、ステッカー交換か交換ぐらいですよ。配信者に基本的に。俺じゃあただステッカー売るのをディスった、ただ嫌なやつじゃん。俺ただの嫌なやつじゃんな、それな。ステッカー販売否定したただのクズ野郎じゃん、俺の振りが。だんだんなんかその、マドさんが有吉に見えてる。有吉みたいな。じゃあ有吉っぽくないなんか、この角度が。ガチルールの独絶有吉、うん。あ、まあとりあえず1000円は。じゃあとりあえず、いや、いいっすよ。これタバコだ。いや、気持ち悪いっすよ。違う、これ気持ち悪いじゃなくて、これタバコだ。いや、そんな買った覚えないありません。ふざけないよ、これは。じゃあこれはダメだ。そう、あのね、ちょっと待って、やめてください。ちょっと恥かかせるのやめて。逆に恥とかじゃないですよ。いや、あの逆にやばい。年下の夏目が、ね、夏目がかわいそう。いや、それは恥かかせない。夏目漱石がかわいそう。違う、これは正当なやつだからダメ。いやいや、スレスレやめてください。なんなん、ほんとに。いや、これかっこよすぎるでしょ、ダメでしょ。かっこよすぎるじゃないです。お金がちいらないんですよ、マジで。金じゃないんですって。俺昔から言ってます。金じゃないってどういうことだよな。リスナーから金取って支援ですって言ってることめちゃめちゃ、まあ、それ生きるために必要ですけど。で、和藤さん、うん、もういっぱいいっぱいじゃん。だからいいんじゃん。いや、だから俺、ヒカル君ね、俺、はっきり言うよ。ヒカル君、ちょっと聞いて。じゃあ、僕の生き方は、違う、そこなんですよ。だって僕の生き方は、どんどん僕が。聞いて。分かった、聞く。はい。僕の生き方はね、ステッカーを、お金がないし、生活もできない。で、なんでステッカー買ってくださいって、援助してもらって。まあ、そのステッカーを買って、代金として。生活するじゃないですか。で、和藤さんは自分が配信者だ、お金振り込め、
どっちの価値ある？いや、価値があるとかじゃなくてね、価値とか価値じゃないんですよ。でも自分が生きるためにそういう、まあ、風にお金をもらってるんだったら、それは和藤さんが生きるためにもらってる金だから僕はいらないんですよ。僕は僕のリスナーさんに分かってるんですよ。僕はだって散々普通にリスナーさんが支援してもらったお金で1万円しかないからパチンコ来ますとか、今回やめるねって、結局全然ゼロになった、だけどリスナーさん買ってくれてまたっつって、それで何とか生きられますとか、僕はそういう配信します。でも和藤さんは違うじゃないですか。僕はもうそういう配信者なんで、ただそこが違うんですよね。またでもその理論でタバコ代、タバコ2箱代は関係ないから、これはとりあえず置こう。いや、いらないですね。だからそれダメです。あのさ、超ダセーから勘弁してくんね。じゃあ、あの何の話をしたのって出してから引っ込ませるのは、いや逆にさ、おかしくない、うん、だってそうやって言う方がダサいよ。いいな、なんだっけな、俺何言おうとしたんだっけ。それはヒーナっていうリスナーさんがあの和藤さんの顔を潰してるのと一緒だからね。逆に何をしたんだっけ。それっていうのは酔っ払ってんな。そう、酔っ払ってていいっす。お金はいらないっす。僕は金じゃないっす。金梅さんから金受け取っといて。それは当然じゃないっすか。もう格上だしな、稼いでるもんな。僕、あの、なんだろう、これちょっと言い方悪いですけど、うん、いいよ、よろしくお願いします。僕のスタンス、着陸給食って言葉あります。強いものが弱いものを食う例のものが多いじゃないですか。そうだね、世の中は。そうだね。だけど僕はそういうの嫌いなんですよ。だったら強いものから、弱者が食った方が強いにするじゃないですか、うん、例えば、世の中で銀行強盗があります。で強い者たちがグループで集まります、うん、でお金を総取りします。で弱い者たちはどうしようどうしようってなるじゃないですか、うん、そしたら僕トコトコトコトってきて、うん、その強い者たちが集まったやつを総取りした方が僕はうまいかなっていう、僕そういうスタンスです。強者からお金を最終的にあの根こそぎ引っ取り取るようなタイプです。僕は何をしたんだろうな、はい、僕はもう強者から弱者じゃなくて強者から強いものも、僕ちょうどだから腹黒いですよ。何年か続く思い出した、はい、光くんね、はい、超話戻るけど、はい、俺がステッカー売るのやめろよ、その時の一番最初の返し、これ動画残すから、絶対残すから録画残るよ、その時の一言目の返しがね、うん、和藤さんじゃあ仕事辞めて旅行くんすか、言いましたよ。でもそれは間違えたって言われてました。ちょっと待って、まだ続くから、はい、俺行くよって言った時、あれ本気だかんって言っとってる。やめて。光くんが俺だから折れなかったでしょあそこ、うん、俺別に会社辞めて別にやっても全然行けなかんだよ。本当ですか。うん、それガチだよらしいっす。関係ねえ、録画残してくれるらしいっすよ。まあでも勢いは大事、まあ、旅先で生活保護受けるだけだからまあ素敵です。結果的にそういうことですね。金がねえっつって、金がねえっつって生子だなっつって、うん、うん、1枚売ってよ。じゃあ1枚だけ。男が一度出したものを引っ込みさせることは、光くんが和藤さんの顔を潰してるだけですよって思うじゃん、うん、でも配信者に光くんの旅に俺も参加させてよ。嫌です。嫌です。自分で行けって、はい、配信者なら。そうですね。ダメです。だって TJ なんて、そりゃそうだ。この間 TJ ラボ旅にもそうですけど話題にあってるんで、3000人4000人とか話題の中で、うん、3倍目光とか他の配信者、まあホームレス配信者は金を儲かってるなって話になってたんですよ。で多分それを考えて、僕はそこまでやっぱね、宿泊費とかもいろいろあるんですけど、医療費とか、それでプラマイゼロでやってるのに、そうやって大手さんに言われたら本望じゃないじゃないですか。でもなぜか分かんないけど TJ さんが広島から22日から全国旅始めるんですよ。で僕が今回その性病検査って受けるんですよ。その性病検査を受けたんですけど、僕がもし梅毒とか性病にかかった時に、便所太郎さんも47の時光の代わりに旅するわって言ってるんですよ。イコールかぶせてるってことですよね。だからハモレス配信に散々大手配信者が文句言ってたくせに、中堅配信者の便乗するってことなんですよ、うん、要はそうだよ、はい、だから俺もあのリツイートでさ心霊動画10万人が見たんだよ、
バーって広まったの。何週間前、2週間ぐらい前だよね。で、石川紀之がニコ生で今一番恐怖と言われてる心霊動画配信やるっつって、俺のその元ネタを 自爆やったのよ。あ、そうなんだ。そう。で、リアトツ行った方がいいかなって気使ったのよ。ちょっとちょろっと出て盛り上げようかなと思ったら、はいはいはい、あって言われたから。あ、そうか。あ、リアトツ行ったんですか。そう。その場でバーって着替えて、石川がやってるからお前、援護者ビピ行けってリスナーさん言われて、分かって行くわっつって、ちょっと盛り上がるかなっつって。いや、そんなもんだよ、やっぱ上に行くしかないんだよね、この悔しさ返すには。まあ、そういうことですよ。僕乗り込みますよ、全てを見て僕は覆しますよ。みんな結局だから、便乗したがるし、大手配信者だったら閲覧もあるし、知名度もあるから、俺らも金を稼げんなら俺らの方が、みたいな感じで 見せたいんだろうね、結局。うん、だからそこが、そこなんだよ。悔しくはないですよ。そしたら俺悔しいよ。僕はだから、じゃあだったら大手さんの文句言うだけしかないじゃないですか。僕は文句は言わない。文句は言えないけど、絶対に許さない。僕はもう大手の文句しか言えない。伝えてなんで大手さんは僕の文句を言わない。逆に僕の文句を言われてるぐらいなんで、大手さんから。僕からしたら飯うまですよ。だって僕みたいな低レベルの人間に、ガチになって普通に配信上で揉めちゃって、ね、頭かかしちゃって、言っちゃうんです。そんぐらいなんですか。それだけ認めてきたということでは嫌じゃないよ。これ当事者じゃないと分かんないよね。プラスやな、まあ、配信者とかじゃないと。インターネットってそれぐらい厳しいんだよ。シビアだ。ただの、シンプルな人間関係と違うんだよ。だってミキティだよね、本当に。ミキティって分かると思うけど、やっぱその大手さんのミキティが言った一言が、これで配信上で来てくれたけど、リアルなんて本当良かったわっつって。リアルはもうメンタルももともとついてたから強くなったけど、あのインターネットの社会で生きてるより全然楽だっつって、ね、で私はまあ好きなことやるっつって、伸び伸び今生きてるからもう頑張りなっつって生きてないですけど、インターネットはカオスだなって。本当そう、いろんな人が絡んできて、テルクイは打たれるんだね。そう、だからテルクイは打たれないように大手に歯向かってる俺は、ひたすら。で、闇ですもやんないじゃん。DJ ナーボーに歯向かわない。だからその役を俺が買うんだよ。だから DJ ナーボーに、闇は仲いいけど、俺 DJ ナーボーに嫌われるぐらい歯向かってるじゃん。文句も言うし。だからって感じ、俺はね。でも闇やめたし、俺は俺じゃん。その闇に文句言ったって仕方ないじゃん、ただの。ああ。配信者もいろいろあるんだよ。ダメじゃん。嫌われて配信者から俺のツイキャスに行くので。なんすか、うん、嫌い、うん、大好物です。エビゾいるね、こいつ。光は中身がどうだ。だからお前勉強させてくれよ。お前が一番配信者で、慣れ合わない人間ナンバーワンだから、だからお前の勉強させてくれ、エビゾとりあえずしょんべん行ってくるわ。ちょっとなんかワトさん、エビゾに決めてください。え、俺仲いいんだけど。あ、そういうことっすか。俺別にエビゾさん仲いいんだけど。俺で勉強させろ。どうも、お疲れっす。結構持ってるな、こいつ。結構持ってるな、こいつ。ここは全部取ろうよ。ガチの犯罪じゃん。、うん、ただの犯罪だよそれ。
フィヒカルくんの旅に乾杯 KP。 エビゾーさんでもやりきれましたね、500人リアドツすげえな。大丈夫、あの俺のリスナーが明日5000円振り込んでるから俺のリスナーがあの今の配信を見て震えて感動して朝楽天銀行に5000円入ってるはずだから、俺は全力でリスナー信用してるから大丈夫、うん、そう、俺がいい思いしてカッコつけて見栄を張って和道リスナーに全部つけがくる。何日かかった、相当やってたよマジで。うん、いやいい、伝えなくていい、伝えなくていい、伝えなくていい、本当に。何時まで光くんといいの。いやもう帰るよ、明日仕事だもん。うん、本当は12時までやるつもりじゃなかった、帰ろうと思ってたけど光くん面白いよやっぱ。興味なかったら速攻帰るもん、配信とか関係ない、本当に。行こうか。あ、会計、会計終わったよ、もう。え、いくらだったんですか。1400円。デスク1万400円じゃないですか。え、1400円。僕払いますよ。いやもう払い終わったっつも、うん、いつもから言ったらエビゾはクソだなっていう。なんでエビいいんじゃない。俺別にエビゾさんの仲いいもん仲いいとか仲良くないとか関係ないですよ。関係ない。エビゾはライバルなんで、僕は生涯のこいつは。いやエビゾさんは普通に強いぞ、うん、いや強いの分かってますよでも頭いいぞ普通に。エビゾに売名させてあげたの一番最初の俺なんで、これからちょっと踏み台になってるじゃん。踏み台にされてます完全に。なんであのコラクソみたいなで踏み台にさせてあげたのに踏み台にさせてくれないんだよねうまいようまいし、うまいよね。あのエゾさん頭いいよ、めちゃめちゃ頭いいし、でもそれ気持ち悪くないですか。いや、いいんじゃん、狡猾で好きだけどね。狡猾だけど意外と情に熱い人なんだよ。いやだって俺ね、ちょっとエゾさんの顔立てるわけじゃないよ。エビ池袋で会おうよっつって、あの普通にメス誘われたので、会って、えカメラ回さないのって言ってくれたもん。だから光くんのこと認めてるからそうなんだよ。だから俺は売名させてあげるよっていう気持ちでカメラ回さなかったけどね、悔しかったから実は、うん、優しいよ、キモいですよ。カッコつけたがりだね。カッコつけたがりだよ、それはそう、それはそう、それはそう、そう、それはそう、めちゃめちゃなんか木村拓哉っぽくしてるよね、うん、クールぶってるよね。それはある、それは雰囲気でちょっと、うん、女に意識してる、女意識してるよね絶対ある、絶対ある。それはある、それはある実は、うん、多分エミゾが多分配信者の中で一番ピケラされるの前も多分僕だ多分今ピケルに言ってるんですよ。それはあるな、これでもだって意味わけわかんなくて配信上で、うん、僕のことディスっててそれ電子バッグ取ってましたから。でもちゃんと信者作ってるよね、女の子のファンを。エビさんは、まあ、エビはありますけど、うん、まあ、ニコ生系列もあると思うんですけどね、うん、いやないないない。エビゾーさん、俺初めて枠見た時俺笑ったんだもん。ツイキャスでアクティブ3とかだよ、ずっとやってて。あ、そうです。そうで、うわ見つけたって言ってる。うわ見つけちゃったよとか言って。じゃあエビゾーさんって言わなくていいですよ、エビゾーでいいんですよ、ね、あんなやつ、うん、気持ち悪いですもん、うん、けるよね。よくまああそこまで行くよな、この短期間で。まあそれ多分ニコ生からの流れを知って、いやニーズを分かってる。ニコ生スタイル全然違うもん、完全にキッズ向けにやってる。まあそれありますね、うん、まあドリドルさん消しちゃったぐらいですからね、新年配信で。多分ドリドルリスナーは多分エビゾのことちょっと恨んでんじゃん、うん、いや取り込んでんじゃないの。うん、それはあります、ね、うん、うまいよ。だからキャリアが違うからな、長いからな。まあでも配信者を潰すっていうスタイルはやっぱりニコ生ですよね、うん、
ツイキャスは配信者を潰すまでいかないんで、うん、ツイキャスはね、仲いいからね、基本的にね、まあ、みんな、うん、つながり大事にするよね、はい、本当に声でありがとう。潜って見てるか分かんないけど、お前よ、おい、いや、リアトと1000人頑張ったね。頑張ってる、1000人やったの。1000人500人じゃないの。ね、リアトと1000人行くまで、もう帰れ、帰りませんみたいな。え、1000人に変えたの。1000人にマジで、やば、すげーな。前の津波で泣いてる時、俺もう津波、まあいいや、これも泣いてある。自爆始めた。聞いてねえのかよ。ふざけんなよ。今いいとこだろうが、いいとこだろうが、ふざけんなよ。あいつこういうとこクズなんだよ、ほんとに。こういう気持ち悪いね。ほんと気持ち悪いわ。あいつめちゃくちゃ気持ち悪い。ちょっと電車待ってまして、うん、気持ち悪い。あいつめっちゃ気持ち悪いわ、ほんとに。倍名しか考えてない。3倍目引かそうそうそう。結果ね、こういうところね。うん、こういうところだよね。こういうところだよ、うん、せっかくね、俺ら話題に出して引っ張ってんのにね。しかもなんか毎回決まって俺のところにコメント起こすんですよ、たまに。へえ。で、俺のところにコメントしたと思って返事返したら一瞬で配信始めます。わかる。ウォームアップの。そうです。え、でもさ、配信始める前ちょろっと見るよね。何話か、まあ、見ない。どのリス、まあ、どの配信者がどういう枠をやってるのかっていうのは全然出てきます。はい、僕も見ますもん。俺大体字幕始めるときロハコさんの枠でモイって言った5秒後に字幕開くから。ロハコさんにバレてた。逆にあの人はですね、マリオさん僕のところに挨拶したらすぐ字幕開くんですね、全然見てないって言われてバレてると思って。みんなそんなもんすよ。そうだもんだよね。そう、そんなもんすよ。いや面白いよね。ゲームはうん、行きますか。行くか。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございます。タバコ。いや、うん。僕もありがとうございます。うん。よし。さっきすごい面白いな、この人。暑いわ、この人。暑くないよ。いや、なんか普段クールにってしてるけど、うん、酒飲んだら見てください。俺、全然酔ってないよ。もう酔ってなくて、うん、でも多少落ちてるけど、うん、あ、じゃあ充電器外そうと、これやらないとね。あ、すみません、うん、ありがとう。僕基本的に忘れちゃうんで。あ、危ないね。はい、商売道具じゃん。まあ、商売道具忘れちゃって。商売道具どこから買うの。伊蔵さん、心霊配信者だからカテゴリー違うするけど仲良しなんです。仲いいよ。よし、行けますか。リスナーさんもありがとうございます。ヒカル君の今後ともよろしく。いや、でもごめんね、せっかく百何十人来たのに90人しかとどめらんなくて。実力不足だよ。ごちそうさまです。長いしてすいませんでした。ごちそうさまです。どうも。うわ、雨降ってんじゃん。満喫。うわ、うん、うん、ホテル泊まろうかな。うん、じゃどうするんですか。俺帰るよ。帰るよ。うん、大丈夫ですか。いいでしょ。ありがとうございます。いいっす。はい、気をつけて。ありがとうね。はい、気をつけて。うん。え、禁止症。僕こっちは。あ、オッケーオッケー、バリアン。俺こっち。なんで、なんで。俺日新宿だからこっち。うん、お疲れっす。お疲れっす。リスナーさんもありがとうね、長時間。今から歩き配信帰ります。お疲れっす。おつおつ。おつ。いや、熱い男だね。熱い男だわ。お疲れ、お疲れ。お疲れ様です。ありがとうね、最後まで見てくれて。もうここからは盛り上がり一切ありません。ここからは盛り上がり一切ないです。面白かったね。うん、なんだろうね、あと何年かで配信やめちゃうって言ってたけど、続ければいいのにね。俺は一生続けるよ。
俺のライフスタイルだから気をつけて帰る。いや、家まで配信しようと思ってたんだけど見てくんないのただ歩くだけだけどね。もうこっから和道リスナーだけ残るぞ。いや酒強えわ光くん。俺の倍ぐらい飲んでるから多分40杯ぐらい飲んでんじゃないの。40杯か50杯いってるわ。そう、ここからは次の日仕事の男がただただ歩く放送だよ。本当だよ、もう勘弁してよ。寒いっつうか雨降ってるからね、びちゃびちゃだよ。まあ、配信止める気ないけど。和道さん本当素敵ですね、ファンになりました。いや、あのね、光くんね、あのよくしてくれてるし本気なんだよ。俺本気な男が好きだから、あれは本物だよ。あの別に配信者じゃなくても好きになったと思うよ。ファンだよ。一生懸命じゃん。一生懸命な男にね、男は惚れるんですよ。僕はファンですよ。どれくらい降ってます？携帯電話が今びっちゃびちゃになって水が滴ってるぐらいだね。無理な、これ携帯壊れるかな。見る見る。まあ配信会、配信の世界もさ、持ちつ持たれつなんだよ。やっぱその仲間を大事にする男に悪い男いないと思うよ。不器用な本気の男って感じで初心を取り戻すよ。サンキューです何の初心か全然わかんないんだけど何の初心、クソ面白いんだけどそれ、何の初心だろう。しかし光くんが和道さんのこと言ってるの分かりました。いい関係ですよ。俺好きだよ、単純に嫌いなやつ嫌いだし、普通に好きだね。シンプルが一番いいよ。嫌いなもんは嫌い、理屈こねない、好きなもんは好き。いや勉強になる配信もクソもないでしょう、別に勉強もクソもないよ。ただ生きてるだけだよ。ただ生きて、ただ死んでいくんだよみんな。ただ生きて、ただ死んでいくだけだよ。熱っ。ヒカルくん明日名古屋だってね。名古屋だっけ、どこ行くっつったっけ、広島だっけ。頑張ってほしいよね、最後までやり遂げてほしい。普通にやばいよ雨。今服をかぶせてる、服をかぶせてる。釈迦元気だよ、元気元気、すげえかわいいよ。録画残してくれるとありがたいです。あれ、録画残すよ、大丈夫大丈夫、録画残しますよ、大丈夫ですよ。なんか光くんに人が集まるのがよくわかるね。みんなほっとけないんだよ、ああいう男。そう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 、ワクワクするやつが見たいんだよ。そう、常識をひっくり返してほしいんだよみんな。そう、つまんねえ、非現実だから俺らに求められてんのは。俺らは普通じゃダメなんだよ。いい対談でしたね、光くんいい味でした。光くんはいいやつだよ本当に。あの人の周りにいる人たちがみんないい空気持ってる、いい風が吹いてるんだよ、ヒカルくんの周りには。だからヒカルくんは成功するよ。いろんなやつ見てきたけど、あれはいい目をしてるね。ヒカルくんは大丈夫。ただみんなが支えてあげないと何にもできないからね、ああいうタイプの男は。生かすも殺すもみんな次第だよ。ぐっすり眠るんだろうね。
そう。なんだろう、筋肉痛なんだけど、なんかやったかな。っていうか明日起きれんのかな、こんな時間。今何時？もう3時か。うやべえな。すげえ雨。これ見えてるよね。大丈夫だよね。また起こしてくれるぞ。いや今日超感動したよ。クミタンが朝電話いきなりかかってきて、なんかちょっと緊張気味な声でワド起きてって言って、起きたよクミタンって言って、そしたらグループライン見たら、なんか和道は昨日疲れてるはずだから誰か起こそうぜってみんなでやり取りしててくれてて、じゃあ私起こすと。でその後二度寝しちゃったら匠さんが電話してくれて、今日は誰起こすとか言ってたよ。今日は誰が起こそうとか、今日は私起こすとか、私は無理とかさ、すごかったね。いやなんかすげえ愛されてるなって思うよ。愛されてるなって思う。やっと屋根あるところだ。あっつ。いやうまいもんめちゃめちゃ食ったわ。うまいもんめちゃめちゃ食った。そうだね、いいリスナーに囲われてるね。まあうちのリスナーにはかなわねえけどな。うちのリスナーやべえかんなマジで、俺が何かお願いしなくても勝手に何かやってくれるから最高でしょ。多分一番羨ましいと思うよ配信者は。ステッカー買ってくださいって言わなくても買ってくれるから、冬場になると空気が乾燥するからつって、あの空気清浄機送られてきて、でワドコーヒー好きなんだろうつってコーヒーメーカーが送られてきて、ワドヘッドホンをつけろつってヘッドホン買ってくれるから、ワドモニターをでかくしろとか、ね、やべえなほんと。こんな降るとは思ってなかったな。これ朝まで降るのかな。雨やば。まあ俺らは俺らで楽しい配信やろうぜ。俺らには俺らの生き方あるから。朝方やむんだ。よかったよかった。会社行くときにやめてればよかった。うん、うちのリスナーは最高だよ。3年間かけてゆっくりゆっくり出会った仲間たちだから、今いる人たちがいたら何でもできるんだ。無敵なんだ俺は。無敵なんだよ。敵がいないかんね。最強じゃないかんね。無敵だかんね。無敵。無敵だよ。やべえな。これ、機材壊れんな。あれ？ニコ生って4時間、ツイキャスって4時間がマックスだっけ？ 4 時間ってことは、6時、24時、あと30分で終わりか。
おすすめ乗るのはいつになんだろうな。240分だ。ユナンポンさんありがとう。久々にこの前あのツイキャスやったからな。そうだね、うん、よいしょ。雨でさ機材が壊れちゃうからちょっと今日これで最後にするわ。ちょっと雨がひどすぎるわ。携帯が壊れちゃう、びっちゃびちゃだからごめんね。リスナーさん、もうちょっとみんなと話して寝るまで話したかったけど今日はこれでお別れします。機材守りたいんで、またもしよかったら見に来てください。お疲れお疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。